ティカ、パラスティカのマベダです。今日はですね、皆さんもこれ食べました？今超話題になってるローソンのバスチーとザクシューです。ちょっと前にね発売されて、私もね発売日にザクシューは食べたんですけど、このねバスチーの方がめっちゃね話題になってて、もう超ないの。結構さ、あの都心部っていうか大きめのね通りのローソン行ってもバスチーだけないわけよ。それぐらいね今人気で、ローソンさんちょっともうかっちゃってるんですけど、今日はちょっとこちらをね、あのまあ、食べられるだけ食べていきたいと思います。ゴー、パラスティカ。いやいやいや、でもね全部食べれるわけないので、なんて言ったって私非甘党なので。だけどね、チーズケーキはすごい大好きでよく食べるので、なんでちょっと楽しみです。まずザクシューからいっちゃおうかな。地位は取っときましょう。ちょっとザクシュー、食べればわかるザクザク新食感ということで、結構濃いよねチョコが。で上にも結構こうザクザクアーモンドみたいなのが乗ってるんですよね。これはね食べた、知ってるの、このうまさを。こんな感じでザクザクパーリナイなんですね。で結構小ぶりよね、普通のシュークリームよりは全然小ぶり。いただきます。おいしいの、すごく。何がザクザクって、この上のチョコとアーモンドがザクザクなんですよ。シュー生地はあの別にクッキーシューとかじゃなくて、ほんとただのシュー生地なわけ。まあ多分この今咀嚼音がねマイク拾ってるから聞こえてると思うんですけど、プラスでこの中のクリームがめちゃめちゃ量多い。わかる？この真っ黒なの全部ねチョコなんですよ。普通のシュークリームの比じゃないくらい結構ギュッてクリームが入ってます。まあ、この小ささだから全然最後まで重くなく食べきれるよね。まあ、満足感はすごい、チョコが濃厚で美味しい、食感はすごくいい。ただですね、この上のアーモンドがバカみたいに落ちるんですよ。まあそれはまあしょうがない、もう許容だよね。アーモンド、これ上アーモンドか、アーモンドですね。よかった、全然アーモンドじゃないですよって言われたらどうしようかと思っちゃった。次ですよ、バスチー話題の。なんか結構こうバスチー派とザクシュー派で分かれてて、まあでも人気なのはバスチーらしいんですけど、これね私こっちは初めて食べるんですよね。でこっちの方がね値段もちょっと高い。こっち215円で、ザクシューが195円なんで、これくらいですよ。わかります？大きさちょっとちっちゃいの。でもねこう重さがすごいね、これね結構な重量感がある。あ、そう、わかる？このさ、この音、この音いいよね。ムチムチ感が良くない？すごく。じゃあこうやって食べた方がいいわ。やばい、剥きすぎた剥きすぎた、ダメダメダメ。ちょっとごめんなさい、汚く見えちゃうかもしれないけど。優勝、これは美味しい。まあ、中はこうやって普通の本当に何も入ってないんですけど、めっちゃ濃厚なの。ギュッとしてるのよ。相当ギュッとしてらっしゃる。そう、レアでもベイクドでもないチーズケーキって書いてあるんですけど、ほんとレアでもベイクドでもない。なんか程よい口どけの良さと程よいずっしり感っていう感じですね。はぁ、これはね美味しいね。なかなかないから甘いの褒めること。でも上にかかってるこのカラメルみたいな、普通にほろ苦くてうまく舌とバランス取れちゃってるわ。ちょっと今日の食レポうまくない？私はい、ということで2個食べましたけど、もうマジの本当のマジの甘党の人は絶対にこっちの方が好きだと思う。だって甘いから。こっちはね甘さが優しいし、あの全然あの私でもめっちゃ甘いなっていう感じはしないから。おいおいおい、もう策略にハマっちゃってるよ、ローソンのさ。めちゃくちゃ大々的にやってるもんねこれね。ちゃんとさ、上りまで出してさ、ポップもバーンって出してさ、めちゃめちゃ陳列されてんじゃん。なんかパッケージもさ、いつものローソンの感じと違くない？なんかローソンさ、こんななんかさ、攻めたさ、感じじゃないじゃん。いつもなんかナチュラルでーすみたいな。ナチュラル第一でーすみたいな感じのさ、パッケージだしさ、ロールケーキのよさ、やつとかもちょっとさ、サラサラしたりとかしてさ、そんな攻めたパッケージ使ってこないのに、もう今回はこれを、もうこの黄色の、黄色とこのオレンジの堂々使い。今までありました？こんな攻めたこと。やっぱバスチーかな。いやもうちょっとね、もう結構、もうすいません。もうベラベラ喋っちゃったし。ごめんなさい。
もう納豆巻き食べさせてください。いないよ、納豆巻き食べながらエンディング撮ろうとする人。落ち着いちゃうよね。パラスティカということで、今日は、ローソンから発売されてる今超話題のバスチーとザクシューをご紹介してみました。まあもう食べた人ね多いと思うんですけど、どっちも美味しい、どっちも美味しいので2つ買って食べ比べるのが一番いいと思います。今日はローソンカラーでお送りいたしました。私たちのツイッターのアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、パラスティカでした。